萩野昇は日本の医師、遺体遺体病の命名者。医師で詩人の萩野隆は弟、長崎県に医師、萩野文次郎の長男として生まれる。1940年に旧西金沢愛科大学を卒業し、同病理学教室の研究生となる。同年10月に王将入隊。1946年中国より福音し、富山県府中町の実家の、 萩の病院を継ぐ。萩野を待ち受けていたのは、苦痛のあまり、痛い、痛い、と叫ぶ、原因不明の奇病に苦しむ多くの女性患者たちであった。足は何箇所も折れ曲がり、満足に歩くことができない。診断しようと手を取っただけで骨折してしまう。フード病、合病と恐れられ、やがて家族からも遠ざけられながら、脳は犯されないため意識だけは明瞭なままで。 激痛にもだえながら衰弱死に至る。家庭崩壊の悲劇も相次いでいた。萩野は早速原因究明に動き、外部の研究者たちと共同研究を行った。しかし、過労説、栄養失調説といずれの仮説も萩野を納得させなかった。やがて疫学調査から患者の発生地域を人数側流域と特定、1五十七年代十二回。 富山県医師会で、高読説を発表する。その後、岡山大学教授の小林淳也、農学者の吉岡金一の助力を得て、研究を進め、1961年6月、第34回日本政権科学会において、三井金属工業上岡鉱山から排出される、カドミウムが原因であると発表する。カドミウム原因説発表後、萩野を取り巻く状況は一変する。 皆会社に何がわかる、売名のための PR だと、罵声が浴びせられ、地元からも嫁の着手がなくなる、米が売れなくなると白眼視される。萩野は砂利トラックに跳ねられて死ぬだろうとの風評が飛び交い、患者のもとには白衣の男たちが現れて、高毒説に関わると大変なことになると脅迫した。萩野は荒れ、富山市内に繰り出しては飲み歩く日々が続いた。しかし、 翌1962年に妻、茂子を亡くしてからは、酒もゴルフも一切経ち、再び研究に打ち込んだ。1968年5月8日、厚生省は、遺体遺体病を、抗害病と認定した。同年に本医師会最高有効賞、朝日賞を受賞。1990年6月26日、敗血症のため死去。去年74。 新田次郎の小説、神通川の熊の正擦医師は萩野をモデルにしている。ありがとうございます。